訓練は二官本部や医療機関、消防など12の機関からおよそ130人が参加し、宮城県沖を航行中の大型旅客船で火災が発生して多数の負傷者が出たという想定で行われました。訓練では海保の機動救難士がヘリコプターから旅客船に降下し、意識不明の重傷者を吊り上げ搬送するまでの流れを確認しました。また船内では災害派遣医療チーム DMAT と二官本部が連携して緊急性や怪我の程度によって治療の優先順位を決めるトリアージや応急処置を行いました。会場では誤って船から落下した乗客を監視艇が発見し救助する訓練が行われました。今回の訓練で得た教訓や課題を無駄にせず、平素から事業者や関係機関との連携を強化し、事故防止に取り組むとともに事故の発生に備えてまいる所存です。二官本部の管内では去年までの5年間で旅客船の海難事故は2件発生しているということです。